バジャドリード1、サンウエスカラリーガ第21節、リーガ第21節のバジャドリード対、ウエスカ、現地時間29日に行われた。試合は3、1でアウェー、ウエスカが勝利した。ウエスカの FW、岡崎慎司は、初出場し、54分までプレーしている。今シーズン、欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料お試し実施中。最下位に低迷するウスカと16位バジャドリードの解体決。主導権握ったのは今月12日にパチェタ監督を迎えたエスカだった。37分、右サイドのパブロ・マフェがクロスを入れると、ファーサイドでフリーなったラファミルがヘディングで叩きつって先制点。ウエスカが1点リードで折り返す。50分は自陣からパブロ・マフェオが裏に出した。ルに再び、ラファミルが抜け出して追加。リードを2点に広げた。前線で走り回った岡崎、54分に交代させたウエスカは、57分に、ラファミが華麗な個人技で、ハットトリックを達成し、3点差とすると、終了間際に1点を返されたが、3-1、勝利を収めた。リーグ戦で4試合ゴールがなかったウエスカは、12月13日、アラベス戦以来の白星で、キアウェー初勝利。まだ最下位を抜け出せてないが、自信になる一勝となりそうだ。得点者、37分0-1ラファミル、ウエスカ50分0-2ラファミル、ウエスカ57分0-3ラファミル、ウエスカ93分1、サントニー・ビジャ、バジャドリード、両。